は8時20分です。おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香とシャトシでございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマはこちらです。胸毛の痛み。ねえ、もう若毛の痛みです。若毛の痛みです。いやでもそれ最初朝聞いた時も笑っちゃいましたけどね。もうなんかトイレこう帰るこっち来るときに、これの痛み、脇毛の不安、なんか薄毛の悩み、あ、似てるな。そうなの。コウさんに言うしかねえな。あ、コウさんの番組ちょっと変わったんですよ。当たりました。ね、新しくなりました、ね。新しくなりましたね。コウさんはね、元気なコウですと同じですね。ね、コウさんはいるんかい。あんまり変わってないです。ぜひ皆さんお計らの1個前のちょっと放送聞いてみてください。スカジザグレートさんから、はい、今日は若毛の至りということで、昔ビガーパンツってあってさ、はい、サトシさん知ってる？分かるよ。子供から大人になるためのパンツなんだけど、高校の時それの広告を見た友達が声をかけてきて、高校生が買うにはちょっと値段が高いんだよ。確か3枚くらいでセットだったから3人でお金出し合って買ったんだよね。いやー、若毛の至りって感じですよね。リスナーさんでおじさん以上の人は結構知ってるんじゃないかな。おかげさまで今大人だよって。おじさん以上の人たちって、むしろ、まあ、むしろ昔のボクサータイプのこうピタッとした、今のボクサーパンツみたいなイメージでいいのかしら。そうそう、ビガーパンツ初めて聞きました。昔はさ、本当男の子は軍勢の白いパンツみたいなのしか履いてなかったから、ね、なかったのかな、ボクサーパンツなんて。ないない。だからいつもこうフラフラでプランプランでした。本当だからピタッとしたのなかったから、うん、結構こうね、はい、トランクスみたいなのさ、結構ブラブラでしたよ。パンツの歴史もあるんですね。ありますよ。あの最初あの大人になってこうピタッとしてみた時に、もう収まり効くと思って、うん、すげえ収まるじゃん。え、でも逆にそれが嫌な人もいるんですか？いる。あ、締め付けられてる感じとか。ちなみにあの、うん、俺も夏になると嫌なんで。えー、あ、ちょっとこう湿っちゃう感じですか？なんかこうピタッとして嫌なんで。ああの、ほぼノーパンです。それ嫌だよ、それ嫌だよ。いやただ、ノーパンでラジオとか来てるんですか、夏？はい、はい、じゃないよ。のんちゃんすぐレッドカード。いや、だって別に見えなきゃね。退場よ。退場。うん、衝撃ですよね、のんちゃん。夏を経たらノーパン。暑いの？暑いんだもんじゃないですよね、のんちゃん。じゃあもうちゃんとクッション持ってきてください。クッション、旦那にも言ってみな、多分ノーパンだから。いや、ちょっと一緒にしないで。のんちゃんも旦那さんのおパンツ洗うんですもんね。当たり前じゃん。もうこの時期でさ、やだとか別にしたらもうちょっと問題だよ。俺らなんかよくあるけど、この世代は。え、そうなんですか。いや、もうほら、娘とかがいたらさ。あ、娘さんとかね、パパと一緒に洗わないでみたいな。俺も自分で洗ってるけど、ほぼ全部。あ、そうなんだ、はい、サトシ家はみんな別なんですね。はい、いや 俺だけ。あ、俺だけ。その父になるよ、旦那も。俺自分で洗うからってなるよ。洗わなそうだな、あいつ。他の家庭の、ロンちゃんちの家庭、すいません。そうですね、ありがとうございます。塚井田さんでした。塚井ちゃん、そっか。今はじゃあ収まるんだな、ちゃんとな。収まるみたいです。俺は収まんねえ、もう。あやりんさん。あやりんさん。おはようございます。まだまだ若気のつもりでいますが、現実はそうは、うん、何歳ぐらいなんですか？私と同い年ぐらいです。全然まだ若気ですよ。26、27だっけな。まだ産毛だ。産毛。若かったなと今思うことは、朝5時に起きて始発の新幹線に乗って都内の大学へ通って、うん、16時過ぎに群馬へ帰ってきて、うん、17時から24時過ぎまでバイト。へえ。バイト終わりには仲間たちとファミレス、うん、次の日の授業がなければ朝まで、うん、家に帰って一瞬寝てまたすっていう生活をしたって。若いね。若いですね。いいね。その間にアイドルのライブに行ったり推し活したり、うん、休んでる暇なんかない。確かに今は一日でもイベント行ったりスポーツ観戦に行ったりしたら次の日バタン急に疲労軽減でとでっかく書いてある栄養ドリンクを一気に飲んで、そうそうそう、無理やり仕事に行っています。あーちゃんは土日にイベント、平日ラジオ、アイドルの仕事、どうやってその体力保ってんの？真剣に気になる。確かに、俺も気になるわ。でもすごいよね。私もあやりんさんのこのメールすごくよくわかるんですけど、昔はですよ、もっとその20代の前半の頃は普通にラジオ、あの、うん？赤木団があって、で、夜みんなで集まってご飯を、うん、
夜中まで食べ、うんうん、でラジオに来たとか、うん、だったんですよ。5年ぐらい6年ぐらい6年目なんですけど22とかそう最初の方は全然それができたんですけど、そんななかったんだじゃん。はい、今はできません。今はそんなライブが終わった後にもう夜中までご飯なんかみんなで食べに行ったらラジオ来れません。ここで食えばいいじゃん。みんなで一スタで食べに、ここで食えばいいじゃん。で寝て、はい、朝ここで最悪なパーソナリティですね。あ、そうだよね。そうでも今私はそのなんでやれるかって言ったら やりたいことをやれてるから楽しくやれてるからってとこがポイントですね。いやいやじゃないから、まあね、うん、だからやれてるので皆さんのおかげです。ありがとうございます。今から3時に熊谷のボーリング場まで行ったな、うん、俺な。そこまで行ってしなくてもいいだろうと思いながら、ね、イーさんからですね。イーさん、早若い頃牛丼屋の紅生姜が大好きで牛丼の肉が隠れるくらい紅生姜を入れたり、テイクアウトの時はパック入りの紅生姜を10個くらいはもらっていました。いつか怒られるかなと思いながらもやっていましたね。これって大人げないですかということで。今はどうなんだろうね。今はじゃあんまかけないってこと？今はねそうでもないんですって。 あの赤城山大噴火さんもやっぱ無料配布の受け取りは大人げないと分かってるから大量に取ってしまうという。ああ、そっか。うん、確かにね。どうですか？関係ない。うちあの無料で出してるけど饅頭、はいはい、全然あのおばあちゃんの取っていますよバンバン。気がつくと3つぐらい持ってかれちゃってるっていう。うそー。一緒に1個って書いてあるのに、うん、チャーって持ってっちゃうおばあちゃんいますよ。そうなんですね。見えないんかな、こうポップみたいなの。知ってるよ絶対に。絶対知ってるぞ。まあそれぐらい欲しいのかな。サケちゃん、サケちゃん、いつまでもサトシンチの家庭内戦が気になってしまう。停戦、うん、進行中止はなさそうだな。ないな、一方的だな本当に。いつまでも急ぎの進捗と悲しい恋愛が気になってしまう。あ、そろそろ豊くんと目崎ちゃんの本格的戦争希望、うん、そして大人の大人げないのは古戦ちゃん、それは大人の毛がないのそうね、今日は言いましたね。私薄毛の悩み、古戦悩んでないですからね。で前向きなハゲだって言ってましたもんね。薄毛の喜びだから、喜びお焚き上げねえ、本当にもう、はい、だるまってことですか？ラジオネーム、はい、キングヤスさん、昔パチンコやスロットにハマっていたことが若気の至りだったように思います、うんうん、それこそとことんハマって開店待ちから閉店までいることもザラでしたし、はいはいはい、常連の人とも仲良くなっていました、うん、妻とも一緒にやるようになり、ペアシート隣同士2人掛けのソファーでパチンコカップルしてました。本当にあるんだね。数万円単位で勝ったり負けたりと熱くなっていましたね。もちろんトータルで大負けでしょう ね、まあ、ね、そうね。妻が妊娠したのと同時にタバコなど子供に悪い影響があると思いやめて、うん、それ以来やっていません、うん、それでも中古で実物のパチンコ台を買ってきて家で遊んでいたほど好きでした。いるいる、自分の部屋にもうパチンコ台を何台も並べて、はい、軽いパチンコになってるやつがいるの。いたよな。そうなんですね。いるいる、うるせんだあれ、そんな手に入るもんなんですね、パチンコ台って。中古台売ってますから、あ、そうなんだ。中古屋さんがあるんだね。あるのよ。この50号のね、あの、キリホーメックあるよ、右側に。あ、そうなんですか。やってんのかな。あの、ペヤングがあって温泉があるじゃない。はいはい、あります。あの手前にありますよ。キリュに向かう方の。あれ、あの辺確かとか。今ないのかな。すごい。好きなやつは買うんだよ。はぁ。自分でいじってさ。いや、お金なんだけど面白くないけどね、全然。もう手が寂しいんでしょうね、多分ね、幼いとこ、ね、スロットとかもね。うるせえんだけど。俺いたよ、俺がガチャ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 やってるやつがさ。いやでもなんかちょっとキングヤスさんがね、まさかこういうのが好きだとは、ね、ペアシートねってあるんだね、本当に、はい、意外な一面ですね、はい、ではまた40分台にお会いしましょう、はい、いってらっしゃい。うなぎの厚み、うなぎが厚いの。8時41分、おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯木彩香とビガンサトシです。よろしくお願いします。さっきね、あのビガーパンツびっくりですよ私。 あれあの、まあ、ちゃん
ね、そうそうだ、ちゃんとした言い方すると、はい、男性の、はい、あの、なんだろう、こう、なんなんていうのこれ、男性の、はい、服を脱がす、あの服、ね、うん、なんだろうな、こう、これはちょっと言いづらいな、うん、言わないでください。ちょっと言いづらいな、ちょっとあの、まあちょっと例えも、まあまあ、バナナの皮を剥くということですよね。バナナの皮を剥く、そういうこと、それをやりやすくするためのパンツですね、はい、いやもうアレルヤさんから来てびっくりしました。私どうやって言おうかな、読んじゃったよって。そうね、そうそうだ、これだ。もう私普通にさっき使いそうなメール読んでて出てるんだ、基本。まあいいや、普通にもうつだアリハリさんが、いやよくサトシさん我慢した。そうそう、うん、あのビガーパンツ何の連呼、何の違和感もなく連呼してたけど、うん、ビガーパンツって男性のを直すパンツのことだよって僕は買って買わなかったけどね。もうサトシさん、あったね、ねえ、あったねじゃないですよ、ね、びっくりですよ。あんなに明るく言うもんでもねえぞって使いづらい。私知らないから、知らないからいいんだよ、私全く知らないから。そう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 、明るく読ん、普通に明るく聞いちゃったよ。そうそう、ね、そうはい。なんでビガーっていうのかね。もうどうしてなんだね。注意事項で書いておいてください。そうだ、これだ。あーちゃんは気をつけてって。俺も買ったことないやな。もう。俺は。はいはい。まあ、いや、やめよう。はい、次次。危険危険、本当に。今日のテーマは若気の至りです。薄毛の悩みです。若気の至りです。ペパンプスさんでございます。ペパンプスさん。天気があれば何でもできる。はいはい。今は雪見大福みたいな、うん、私のポニョが。まだお腹、ね、ガリガリ君だった頃、うんうんうん、新宿歌舞伎町に朝から行列のできるエチエチ系のお店がありました。行列ができてる、行列ができる。その当時の私はトースポのカメラマン、エチエチ系のお店も業務で撮影をしていました。時には飛び込みアポなし撮影もあったんですよ。そのお店は入場料を払うとシャワー室のような板で仕切られたスペースに入れられました。正面の板にはほぼ等身大の水着姿のアイドルのポスター、そしてその部分に丸い穴が開いていて、そこにお金を差し込むんですね。そこに私の雪見大福を差し込むと、中にいるお姉さんが雪見大福を遊んでくれました。遊んでくれるんです。なんじゃ、私はこの穴にカメラのレンズを入れ突っ込んで、中を隠し撮りすると派手な化粧をしたお姉さんとダボシャツに捨ててこ姿の頭のハゲた薄毛の極みなおっさんでした。お客がお金を差し込むとお姉さんが話しかけて、ポニョを遊んでるんですね。なんとそれ親父でした。お客はお姉さんがポネと遊んでくれていると信じていたんでしょう。この時撮影した写真を読者が見えることはなかったことは言うまでもありません。うわぁ、ちょっともうアウトですよ。もうこれはショックだな。これあのどこれこう昼間定かだな。あのね、ホコタテってあったんですよ。ここ立て絶対に開かない金属、うん、絶対に穴を開ける、その水で穴を開けるやつと、うんうんうん、絶対に張り付かないやつと、絶対に張り付くボンドみたいな、へそういうのがあるんですよ、ここ立て、うんうんうん、ここ立て、はい、もう絶対それで対決するの、うんうんうん、どっちが本当かみたいな、うん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 、いやこれ私の金属は絶対開きません、はいはいはい、私が作った金属は、うん、いや私が作ったドリルは絶対開きませんみたいな、その結構面白かったんだけど、対決なんですね、裏番組で、うん、ここ立てって言うんですよ。これちょっとね、あのこれはごめん、ほんと朝言えないんだけど、うん、調べてください。何？いや、これ絶対言えないんだけど、うん、これはもう朝じゃ絶対言えないから言えません。言っちゃダメですよ、だったらこれ本当にあの、うん、このトゥーバンブさんのメールのようなことをやるんですよ、うん、へぇ、まあ、終わったら全部説明しますけど、いや、やめてください、みんな助けて、あーちゃんに見てほしい、この動画をエロ親父がこんなそして3着に入りました太っちょ中高生です。今日トゥーパンプスさんが1着、今のところ1着です。1着ですか、はい、写真判定の、写真判定の、はい、で2着が今塚地塚地屋さんで、ビガーな私ねえ、もっとそれで今3着になっております。爽やかな朝にしてくれ。高校生の時1日で何回できるか友達と競っていました。
はいはいはい、自分はメンタル的に3回が限界、うん、友達は11回という猛者がいたんですね、うんうんうん、若いって素晴らしい、うん、これあれでしょ、これ何ということ、これは野球の素振りじゃないですか、あ、そう、まあ、素振りです、ね、うん、余裕ですよね、いや 100回セット3回ね、また友達は11回ということで1100回あの素振りしたということでいいんでしょうか、これ3着ですね、ちょっとあまりにも下品すぎちゃった3着も全下品です、ね、本当にもう、これあの自転車2つ分ぐらい空いた3着です、うん、1、2着はもう、もう1着はもうダントツで、ダントツです、いや本当にもう今日も硬いですね、のんちゃん早く来てください、もうアレルヤさんと、はい、スカーチザさんと、はい、トゥーパンプさんだっけ、はい、ね、合ってます、デキン、あれデキンです、デキン、アレルヤさんが教えてくれたんだ、あ、そうだな、トゥーパンプさんとスカーチザさんと太っちょさんは、はい、来週デキンです太っちょは多分最終コーナーで第3コーナーでチェーンが外れちゃったね、ちゃんと真面目なちゃんと真面目なメールを送ってきて、今年はこういうのやめようと思ったらひどくなってきてるないやひどいですよだけどね本当でもねこれが好きなね人が多いんですよ、なぜか水曜日のファンめちゃくちゃいるんですから、これね変態が多いんですよ、みんな変態、みんな変態、いや変態じゃないよ、隠れ変態、変態じゃないんだよこれは、これは本当にねやることなんだよ、あ若い時にこれは綺麗に事実を言わないでください、若い時には必ず通る道なんですよ、本当に、はい、言いたいな、俺も言いたいこといっぱいあるからダメですママちゃんからです、ママちゃんごめんね、20代前半の頃都内に推しの芸人さんのライブによく行っていました、うん、終電が過ぎても出待ちをしていたのでほぼ毎回満喫で朝まで過ごしました、はいはいはい、今はよくそんな危険なことをしていたなと思っています、確かに俺漫画喫茶行ったことないんですよ、1回もないです、並びに50号の並びに金太郎ってあるじゃないですか、金太郎あの漫画喫茶知らない、50号まっすぐ行って、まっすぐ行って、はいはい、あのあれがあるじゃない、あのなんだっけ、鶏肉のあのなんだっけ、鶏肉あのクリスマスに買うところ、ケンタッキー、ケンタッキーの手前にさ、うん、金太郎ってあるじゃないですか、あそこ多分あれ漫画喫茶なんですね、漫画喫茶で千何百円ですよね、うんうんうん、そうなんです、たまに行こうかなと思って、なんでお家がすぐそこだから帰った方がいいですよ、帰りたくない日がもう満喫に泊まったサトシさんとかもちょっとなんかかわいそうだって言った、確かに女子一人危ないよね今ね、危ないですよ、気をつけないとね、うん、ダミーのね人形でも置いとかないと、ダミーの人形女子講師みたいなすごいやつが羽ばたってしょうかね、ちょっとねメロディスカ、鉄アンタさん、若気の至り、今でも十分若いですよ、そうですねもっと若い頃はとにかく仕事で人に物を頼むことが嫌で仕方がありませんでした、確かにわかる、これましてや下についてくれる人ができてその人に命じるなんて無理と思っていました、そのくせ自分は命じられたら休日出勤をしたり徹夜をしたりしてたんだよ、今考えればみんな会社で仕事でやってることなんだからちゃんと礼を尽くすことは当たり前、どんどん頼んで命じればよかったんです、仮にそれでやってくれない人や反抗する人が出るのであればそこを何とかするのはそれこそ上司の役割、もっと若いうちからこういうことが分かっていればもっと出世できたかもしれないね、でもそこまで人の痛みということを気にしていた自分というものを決して嫌いではない、うんうんうん、これはもう若気の至りでそういうことだったと思っていますと、はあ、またちょっと違った若気の至りですけどこれ分かりますか、まあ、俺は逆に後輩とかに、うん、あのなんていうの、いじられるようにならないとダメかなと思って、ああ。深い、うん、俺今いまだにあの後輩にさっちゃんって言われてる、あ、そうなんですね、さっちゃん何食べる、あ、これで全然年下のやつ、全然いいです、そっか、そうならなきゃね、後輩にいじられない、うんうんうん、確かに、で俺はそう思ってます、うん、あんまり先輩ずらしちゃう、そうですよね、違うところ先輩の、うんうんうん、じゃあ別にいいや、ちっちゃいいじりされててもなんだ、そうですよね、私もなんとももう思わないんですけど、なんとも、俺家で本当にいつもね、もう本当にもう、家でね、下の役にいるの、うん、家でね、犬よりも下なんだね、外っちんかわいちょうにどんな人にどんなこと言われても大丈夫です
本当はね一人暮らしをねマンションに住むが夢だったけど今は漫画喫茶に行きたいが夢になっちゃってどんどん来たんですね。本当だね。漫画喫茶だったらねもうゆっくりしてすぐ行けますよ。行けますね。うん、すぐそこ家に帰りなさい。行こう行こう。そしてゴマフさんですね。あ、まあ、若気の至りは働き始めてから 1,2 年は学生気分のノリでいろいろあった気がしますが、うんうんうん、あまり思い出したくないですね。そうなの。覚えてるのはテスト用に作成した開発者専用ウェブサイトで遊んでいたことです。アイコンにカーソルを合わせると別のアイコンに変わるようにしたり、ルーレットを作ってみたり、曜日ごとに自動で表示されるメッセージを変えたり、そのメッセージに愚痴を書いていたりと、当時はそのノリが許されていましたが、うん、今では絶対 NG のことをしていたんですよ。お恥ずかしい限りなんですけどね、うん、なんていただきましたね。これねネット環境もね本当に今整備されてきてるけど、うん、はい、ね、うん、かけそうだね。そうですね。あとハワイのママちゃん、ちゃんママは可愛いものが大好きで欲しくなると気になって眠れなくなるほどなんですって、前に買いに行ったらすでに完売だったので即決主義になっていました。あとでねそんなにいらなかったかもと失敗あるあるですよとか。可愛いもの限定なんですか。そうみたいです。可愛い、まあ、ママちゃんのツボにつくものじゃないですか。なんかこれじゃちょっと買っちゃうんだなっていうのなんか。あー、何かありますか。ちゃうわ。これ出ると買っちゃうな私っていうのがあるんですよ。欲しくなっちゃう。あーでもスプーンかな。スプーン。またすごいこう起きたね。スプーン。いやなんかその買っちゃうというか今ハマった長いことハマってるものがあったんですよ。私ですね実は大人用のスプーンあるじゃないですか。普通のでかい、でかい、はい、あのスプーンとかで物を食べるのが実は苦手なんです。特に銀とかカレーとかね震え出すんですよ。あ、なんか嫌なの肌触り、うん、なんか口の中そう、もう見るだけでもうわーってゾクゾクしちゃうんですよ。スプーン、銀のスプーンを見ると私ゾクゾクしちゃうんですよ。ビリビリしちゃうってこと。なんか銀に反応しやすいタイプで、どっちかというとプラスチックみたいな、そうが好きで、でなんでかっていうと子供、今甥っ子ちゃんがやっぱお家にも来るので、はいはい、子供用の食器とかを揃えると、うん、まあ、子供はプラスチックだったりとか、うん、ちょっとゴム製だったりとかするんで、はいはいはい、それで食べた時にすごい最高って、子供のスプーン最高って思っておいおいおい、もう舌触りから食べ心地、小ささから何から最高で、それでなんかひっそりと甥っ子の分を買うんだけど、自分の分もこっそり買って、そうか、使ってるんです。確かにね、絶対に言えない、分からなくはないあの、ね、銀のスプーンって分からなくない、分からなくないですか。なんかちょっとね、そう、ゾクってするんですよ。ビリビリしたりするかもしれない。そう、分かる、まあ、全然あの外に出るときは使います、もちろん、うん、だけどお家にいるときは子供用のスプーンを使ってるのが買っちゃうものなんです、ね、あの銀の器に入ってる銀のスプーンでカリカリやってするとなんかね、なんかビリビリするもんね。ダメダメダメ。じゃあもうぜひあーちゃんにプレゼントするときはプラスチックの小さいスプーンかそれか金のスプーンです。金のスプーンで、ね、純金のそれがいいわ。高いですから金のね。あ、もうもちろんあれですよ、ちゃんとした金ですよ。すごいわ。金メッキじゃないですよ、全部金でできた。すごいわ。嫌な女だわ、もらったら。何グラムあるんだろうな。100グラムぐらいの相当。ちなみにサトシさんの若気の至りはいっぱいありますよ。そんな何言ってんだよ。俺なんかもう名前があの若気のいたりってぐらい、もう若気のいたりってぐらいの名前がどこで切るかがポイントそうですけどね。若気のいたりさんかもしれない。どうもいたりですっていうぐらい。未だにないんですか。えこう若気のいたりが、まあ、残ってたりとか、うん、ありすぎちゃって、まあサトシっていうそのものがもう若気のいたりさんですもんね。そうなんですよ。見てもらったら聞いてもらったらもうあれですかね。今いろんなことを言おうとしたんだけど、はいはい、本当言えないこともあったけどどうしつらいんだろうな。よかったよ、とどまってくれてって思ってますよ、のんちゃんもね。そうですか。はい、おかげで、あーちゃんないでしょ、とか言うみたいな。だってその頃からアイドルして、十何歳から中学、高校生からアイドルやって、はい、その時におかげの至りなんかないでしょ。へえ。ないでしょ。そうだから私も派手な遊びをやはりしたことがないので、うんうん、ないですよ。遊びしかしたことない。いや言えない遊びしかない。聞きたいでしょ、皆さん。もう聞きたい方はお店来てください、ね、ぜひ田中屋へ。田中屋はどうですか、お店の方は。やはり1月に入っても素晴らしくてね。ですよね。勉強しようかなと考えてるんですよ、私実は。あ、今日明日わかんない、わかんない、まだわかんないけど、お休みね。
そうかな。撮ってくださいよ、少しは。疲れてますからね。はい、疲れて、人の顔見て疲れたら失礼だ。あ、ルルちゃんから来ました。元気？若気の至りね、今日のテーマ。なんか怖いわ、なんか読まれてません。お白鳥、今日1月11日は鏡開きの日なんですって。12でしょ。あ、11か。そうそうそう。今日ね、お餅を叩く日。あ、そうですね。そうなの。股間の白鳥も鏡開き。ハンマーで叩いちゃおうかしら。叩け自分の股間を。かねー。もう、昔お付き合いしていた彼氏が、私の知らないうちにお姉さんが過激なサービスをしてくれるお店に行ってたのよねと。二十歳で何も知らない私は会社の男性の先輩に相談したのよ。そうしたら、バーカ、男は誰しも一度はそういう店に行くんだよって言われてね。若い何も知らない私はショックだったわ。あの頃はそんなぐらいのことで悩めるなんて若かったわ。大人じゃない、大人じゃなかったのね、私、といただきました。大人になるとね、もう、あの奥さんがちょっと私じゃなくても、見せていなさいっていうぐらいになっちゃうらしいからね。やめて、触んないでみたいな。お家も結構ありますからね。そうなんですか。まだ夢見てたいです。だよねって感じだよね。昔はね、彼氏にちょっとこされたで、キュッてしたのにね。今なんかね、あ、ちょっと、何、ちょっとやめて。大丈夫ですか、ご自身のご家庭のことを言ってる。今ご家庭の広場です。自虐ですか。私がこう逃げる。嘘だ。はい、嘘だ。そうなんですか。まあ、まあ、逃げるで。ほぼ。うん。ノータッチで。あの弁護士さんに言われてますから、何メートル以内に近づくの。もうすでに弁護士さんいるんですね。常に。最強夫婦ですね。いやでも、さとしさん家みたいなのが意外と長続きしたりとかするんですよ。マイナスとマイナスですか。毎日戦ってる方が。マイナスとマイナス。ピューンってこう。はじいちゃん。マイナスとマイナスなんですね。昔だったらね、昔のね、若い時はね、鉄のようにくっついてしまった。シャーってくっついてしまった。結構くっつきますね。結構くっつきますね。だけど今は。マイナスとマイナス。今日本当に皆さん、もうね、年始の12日から、11日からすいません。本当ですよ。申し訳ございません。ね、後でしっかり。最後まさか女子経理の方が出てくるとは思わなかった。女子経理の方。とんでもない記者がね、すいませんでした。というわけで、ちゃんとあーちゃんと。私でした。また明日。ちょっと勉強します。すいません。